株式会社スズキ召喚、加藤と申します。本日はですね、水素燃料電池店においてですね、当社、こちら、燃料電池フォークリフト用、水素ステーション、出店、しております。で、こちらのですね、出店した経緯に、ついてはですね、今後今は、水素社会では、車ですね、こちらが、普及しようとしております。で、次世代を、担うですね、フォークリフト、こちらの方をですね、当社としては着眼しまして、燃料電池化になったフォークリフトに水素を供給する水素ステーションを、発売するというふうな形になっております。で、米国ではですね、すでに、もう、かなり普及はしているんですけども、日本では、これから、実証試験を行って、フォークリフトは販売されるという形になっています。こちらのですね、水素ステーションは圧力が35メガパスカルです。で、車の今自動車のですね、水素ステーションは70メガパスカルという形になっているんですが、低圧の水素ステーションとなっております。で、こちらはですね、水素ステーション自体というかフォークリフト自体を小型化するためにですね、圧力を小さくしてタンクを小さくするという形で、米国ではですね、フォークリフトに積めるような容器ですね、それを、フォークリフトに積んで、フォークリフトを小型化している。それから、工場の中ではですね、あまり車のように距離は走りませんので、その敷地内で、十分走れるその、水素ガスの量という形で、計算したところ、1日走る量で35メガパスカルで、十分だと、そういう形でですね、こちらのステーションが考えられたと。こちらのノズルで、供給をするという形になりますので、至って、ワンタッチで簡単に供給できるシステムになっております。これからですね、当社としてはこちらの製品について、力を入れてですね、全国に普及させたいというふうに考えておりますので、ぜひ、皆さん、展示品の方ですね、ご覧になっていただいて、実感していただきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。